はい、皆さんこんにちは。どうもガチーモです。今回もね、スターウォーズバトルフロントオープンベータをやっていきましょう。で、今回はマルチプレイヤーではなくミッションの方をやっていきたいと思います。サバイバル、タトゥイン、そして、ディフィカルティはノーマルやね。オープンベータなんでノーマルしか選べませんと。そしてシングルプレイヤーね、パートナーオンラインコープ、スプリットスクリーンが選べると。スプリットスクリーンっていうのは、画面分割のことかな。ローカルコープやっていきましょう。で、まあこのモードはですね、ウェーブ形式のモードなんで、まあ1ウェーブに何人か敵が出てきて、それを排除すると次のウェーブに進むっていう、そういう感じのモードですね。で、それを6ウェーブかな、 6回やれば、クリアっていうモードです。まあやってみたらね、わかると思うんでやっていきましょう。まあね、個人的には面白い。で、製品版になっていったら、あとハードモードとマスターモードが追加されるんで、難易度も上がってまたね、面白いんじゃないかなと。まあフレンドのみんなでやれば めっちゃ面白いやろうね。で、今回は DLT19 をね、使っていきたいと思います。で、装備はグレポンの方かな、グレポンとイオンショットとジャンプパックをね、使っていきましょう。スタート。で、このムービー見るだけでもうワクワクが止まんないよね。これですよ。そして普通にこの女性兵士がいるっていうのが、またなんか新鮮な感じがするよね、うん、で、こやつらを排除するっていうモードです。頑張るぞ、やっていこう。で、今回は、三人称でやっていこうかな。三人称でやっていきましょう。全体が見やすいんでね。で、ゲットレディ。準備しろ。ウェーブ1、始まるよ。で、画面左下ね、コレクタブルっていうのがあると思うんだけど、これ集めるといいことがあるよって公式サイトに書いてたんですけど、集めたらね、こういうやつね、空中に浮いてたり洞窟にあったり、まあ作戦地域外にもあるみたいなんですけど、集めたら何がいいことが起きるのかっていうのが未だに分かってないっていうね。一回5個集めてみたんだけど、何も起こらなかった何も起こらなかったんだよね。もしかしたらポイントみたいなのが加算されるのかなって思ったりね。で、こういうやつを排除していくと。で、排除し終わったら、これ、ウェーブ1が終わったっていう話ですね。いろいろ探索しながら、コレクタブルを集めてみようかな。で、コレクタブルはね、なんか同じとこにも湧いたりするみたいなんで、まあ、いろいろ敵を倒しながら、マップ探索しながら、コレクタブル探しながら、みたいな。これ赤いやつね。これマシンガン持ってんだけど、マシンガン持ちは強い。マシンガン持ちは強い。おお、よし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 、 OK。 で、これエネルギーだね。これでイオンショットが使えるようになったと。上にもあるから取りに行こう。かっこいいよな、ジャンプパック、本当に。よし、取った。あとは左かな。 OK、 こっちだ。いたね。よし、ちゃんとヘッドショットをしていこう。あれ？あれ撃ってこないな。ポン。ポンっていうね。まあ難易度がね、ノーマルだからね。ほんと優しい。で、ここら辺のテントもね、こうやって破壊できたりするんだよね。で、ラウンド2以降、このポットが出てくるんですけど、ポットをキャプチャーし終わると、そのポットの中からアイテムが出てくると。で、そのアイテムを駆使して、次のウェーブをしっかり攻略していけっていう感じのモードですね。よし、キャプチャーしよう。で、このキャプチャーし終わるまで敵もこのポットをキャプチャーしに来るんで、そこはね、しっかりこのか、ポットを守らないといけない。なんか ATST の音がしたな、今。あ、来た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 、こいつね、強いんだよ。ほい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 。そしてイオンショットに変えて、ドラえドラえ、よし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 。もうちょっとやな。おら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 、危ない。左画面に基準を変えて撃つ。そしてグレポンをドン。 OK、 倒す。もうちょっとや、頑張れ。危ない。こういう遮蔽物をね、しっかりうまく使いながら倒すと倒しやすい。今、あ、ちょっと待って、ロケラン手に入れたな。
これね、最後にね、またね、ATST が出てくんだよね。それに使いたいね。うん。あ、準備しろ。オッケー。ちょっとコレクタブル探しに行きたいね。こっちにあるかな。明日にもう敵が出てきてるよ。敵出てきてるけど、一回スルーしようかな。で、ハートのマークがね、マップ上に映ってると思うんですけども、これ見えるかな、みんな。あ、見えるよね。これがね、多分、ライフかな？だから何回生き残れるか、残機みたいなもんよね。ワンナップ。ワンナップだと思います。ね？うわ、すごい来てる。うわ、この感じがかっこいいよね。もう銃弾が見えてさ、この音とともに、ピュンピュン言いながら、シュッ、殴って倒したい。近接攻撃で倒したいね。さあおいで。どこに行くんだね。待て待てもう倒そう。赤いやつ来たな。あいつは頭をね、重点的に狙って、よし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 。頭はね、やっぱダメージ量が多いんで、こいつは殴って倒そう。こらよしOK。一旦、確かこっちにね、コレクタブルがあったんで、取ってみよう。こんなとこにあんだよ。これは見つけられないよな。だって普通に行ったら見えないからね。振り返ってやっと見つけれるって。よし。でこれで5分の3やね。5分の3コレクタブルが集まった。敵がいるから、はい、でしょ。で6分の4ウェーブが終わりましたと。あと2回かな。2ウェーブエナジー取っとこうか。イオンショット使えるからな。おい、よし。あれ湧いてないね、コレクタブルが。めっちゃ来てるよ。で本当はね、今まあロケランをね、最後のウェーブで使いたいんで持ってるんですけど、まあ、タレットとかね、まあ自動機銃やね、いわゆる自動機銃とかもあのアイテムとしてドロップされてるんで、それを使うと歩兵がね倒しやすくなる。それを歩兵の前に設置して、その自動機銃に敵を倒してもらう。おらおらおらら、やめろ、うらえ。もうこのラウンドになってくると、やっぱりね、敵も飛んだり、こうやって飛んだりね、シールドつけたりしてくるんで、だんだん難しくなってくる。だから立ち回りをね、しっかり気をつけたい。よし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 、オッケー、いいぞ。ふう、あと2つないかな。どっかに落ちてないか。あー、そこあるんじゃない。あそこあるね。ちょっと取りに行こうかな。でももう次ラウンド始まっちゃう、次のウェーブが始まっちゃうから、気をつけながら。せー、取れない、取れんのかーいっていうね。一回ちょっと上に上がろう。上に、うわー、やめろ。誰だ、 ATST か。ちょっと待て、フラエ、よし、3分の2削ったぞ。これは強い。やっぱロケランいいね。ほいほいほい。そしてイオンショットに変えて、オーケー、完璧。で、あと2つちょっとコレクタブルを集めたいんですけども、まあその前にアイテムを取って、でもう1つね、これポッと落ちてるね。だからあれをキャプチャーすれば、もっとねアイテムが手に入るんで。なんだほらうわ、岩も崩れるのか。こいつ殴って倒せる。ほら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 硬いな硬いな。よし、倒した。7倍ぐらいあった、7回ぐらい殴ったと思うんだけど。よしよしよし、 OK。かっこいい。まだいる。オーケー、やったか。あー、あとコレクタブルね、2つ集めたかったですね。うん、まあ皆さんご自身で、コレクタブル集めてみてくださいと。いや、楽しかった。まあ一人でもね、こうやってワイワイ楽しめるんで、まあ製品版になってね、まあ製品版じゃなくてもオンラインコープできると思うけど、フレンドさんとね一緒に楽しむのはどうでしょうかということで、今回はこれで終わりたいと思います。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価の方よろしくお願いします。ガチオツ。
ガチオツ。